はい、こんにちは、116ウィンズです。いや、野球がないと暇ですよね。まあ今日は3月18日なので、まあ本来であれば NPB の開幕2日前でしたし、まあ MLB の開幕もまあ1週間前くらい、まあ来てましたので、本来であれば今の時期、まあ本当にですね、開幕は楽しみでしょうがないっていうような時期であるはずだったんですけれど、まあちょっとですね、開幕が本当にいつになるかわからないっていうような状態に今ありますし、今ですね、まあアメリカではまあ8週間、まあ人が集まるようなイベントは自粛してほしいというふうにも言われていますので、まあもしかしたら MLB の開幕がまあ本当に5月とか6月になる可能性も、まあ十分あり得るような展開になってきてますので、まあちょっとこの野球がない生活っていうのがちょっといつまで続くのかっていうところなんですけれど、まあ正直まあ我々ファンはまあ野球がないとまあ文句を言ってるだけで、まあそれでまあ済んでるのでまだいい方だとは思うんですけれど、ただ実際にその野球を仕事としてやっているまあ選手たちですとか、あとは球場で働くスタッフの方たちとかにとっては死活問題なわけですよね。で、この開幕がいつになるかわからない状態の中で、現状ですね、少しずつですけれども、まあ、選手ですとか、あとは球場スタッフに対する支援っていうところが、まあ、広がりつつありますので、まあ、今回はですね、そちらについてちょっと話していこうかなと思います。はい、まずは選手たちに対する支援なんですけれども、MLB の選手会がですね、まあ、支援に乗り出しまして、まあ、そもそもまあ選手にはですね、今回スプリングトレーニングが中断するにあたって、まあ、3つの選択肢がチームから提示されているところなんですけれども、まず1つ目が自宅に帰る。まあ、これは MLB がどう推奨していることみたいなんですけれども、まあ、これが1点。で、2点目がスプリングトレーニングの施設に留まる。で、3点目が球団の本拠地に向かう。この3点をですね、選手たちに、まあ、チーム側は選択肢として提示しているんですけれども、まあ、このうちですね、何らかの理由でスプリングトレーニング施設を離れた選手たちに対して、選手会が1週間あたり1100ドルの給付金を4月9日まで支給することを決定しました。で、支給の対象は3月13日時点で MLB の40人枠に登録されている選手と、で、それから今回40人枠から外れているものの、スプリングトレーニングの招待選手として参加していた選手が、まあ、対象となるんですけれども、まあ、これ、まあ、つまりはマイナーリーガーは対象外にはなるんですけど、まあ、この点について後で話そうと思うんですけれど、まあ、基本的にはメジャーリーグの選手たちに対して、まあ、選手会がですね、支援をするというところを、まあ、決定したわけなんですけれども、まあ、基本的にメジャーリーガーの人たちってまあそれなりにサラリーがもらってるはずなので、まあ1100ドルがないからといってこう経済的に困窮する可能性は、まあ、そこまで高くはないとは思うんですけれども、ただやっぱりまだまだメジャーでの経験が浅い選手ですと、まあ給料も非常に低いですし、また蓄えているところもまああまり多くはないとは思いますので、まあこういった給付金で選手たちを支援するっていうのは非常に意味があることなのかなと個人的には思いますね。なので今回選手会がこうしてですね、まあ選手たちの生活をまず第一に、まあ給付金の支給を決定したっていう判断は非常に良かったんじゃないのかなと思いますね。で、次がですね、球場スタッフに対する支援なんですけれども、まあ今回ですね、MLB 全30球団が100万ドルずつ拠出して球場スタッフの給料を補填することを決定しました。で、この支援は5月中旬頃まで、まあ、一応続くみたいなんですけれども、やっぱり球場スタッフっていうと、まあ試合が行われないと給料もらえない方も、まあ、どうもいるみたいですので、まあそうすると今回のように開幕自体が延期となってしまうと、まあ試合が当然行われませんから、まあその間の給料がやっぱり断たれてしまうわけですよね。まあそういった人たちに対して、まあこういった形でですね、MLB30 球団が立ち上がって、まあ支援をするっていうのは非常に素晴らしい判断だと思いますし、またやっぱり各球団もまあ試合が行われないことによって、まあ非常に経済的な打撃を受けているはずなんですね。まあその中でまあこういった形で100万ドルずつ各球団が出して、給料を補填するっていう判断に至ったのは、本当に素晴らしいなと思いましたね。もちろん各球団のまあ収益を考えたら100万ドルなんてお金はまあ大したお金じゃないのかもしれないんですけれども、まあこういった形でですね、しっかりとこうスタッフの人たちにまあ還元するという判断をしただけでも、まあそれはそれで評価できるのかなというところがまあ個人的な意見ですね。で、こんな感じでですね、まあ選手たちですとか、あとは球場スタッフに対するまあ支援の動きっていうのはまあ非常に具体化してきているんですけれども、ただ唯一マイナーリーガーの支援だけがちょっと具体的なところにまで至っていないっていうのがちょっと現状ですね。まあ、最初の方でも触れましたけれども、まあ、今回 MLB の選手会が選手に対して行っている支援では、まあ、マイナーリーガーっていうのは、まあ、支援の対象外なわけなんですね。
まあ当然その MLB 選手会に属していないからと言えば、まあ当然といえば当然なんですけれども、まあただ選手たちは現状支援の対象外であると。で、さらにですね、MLB の選手たちに対しては、まあ最初の方でも言いましたけれども、まあ3つの選択肢が提示されていたわけじゃないですか。その自宅に戻るのか、スプリングトレーニングの施設に留まるのか、あるいはチームの本拠地に行くのかというところが、まあ、提示されているんですけれども、どうもですね、マイナーリーガーたちに対しては、この選択肢が与えられていないようでして、まあ一部のケースでは、スプリングトレーニング施設から退去を命じられたケースもどうもあるみたいなんですね。マイナーリーガーたちは、スプリングトレーニングの期間中は、まあ住む場所と、それから食べるものに関しては、まあある程度保障されているわけなんですけれども、まあ今回こういった形でスプリングトレーニング施設から追い出されてしまいますと、ただでさえマイナーリーガーっていうのは非常に低賃金で、で、しかもシーズン中しかお給料もらえない立場の人たちにもかかわらずですね、さらにいつ開幕するかわからないような状態の中で、スプリングトレーニングの施設から追い出してしまって、で、住む場所と食べるものをなんとか自分で確保しなさいというふうにしてしまいますと、やっぱり彼らさらに経済的に困窮してしまう恐れがあるわけですね。そういったこともありまして、まあ、すでにですね、一部のマイナーリーガーの中では、アルバイトでお金を稼ぎ始めた選手も出てきておりまして、まあ、一部の例を挙げてみますと、オークランドアスレチックスのマイナーに所属しているピーター・ベイヤーという選手がいるんですけれども、まあ、その彼がですね、ツイッターで、お金がちょっとどうなるかわからないから、ドアダッシュという Uber Eats と競合している出前の、サービスなんですけれども、まあ、そこの、配達員として、ちょっとお金を稼ぎ始めたというふうに、ツイートしているぐらいですから、やっぱりマイナーリーガーたちも相当ですね、お金をどうしようかというところを、かなり今悩んでいる状態みたいなんですね。で、そういった状況を踏まえまして、一部の球団では、マイナーリーガーに対する給付金の支給を決定した、球団も出始めまして、例えばタンパベイレイズですとか、あとはニューヨークメッツ、それからロサンゼルスドジャースについては、マイナーリーガーに対しても1週間あたり400ドルの給付金を支給することを決定しています。で、一部の球団も、この動きに追随するみたいなんですけれども、ただですね、やっぱりこのマイナーリーガーを全体で支援するためには、やっぱり全球団、全30球団が同じように追随しないといけないと思いますので、現状の球団単位で動くのではなくて、球場スタッフの時のようにですね、MLB 30球団が足並みを揃えて、支援をしていくっていう形になんとかならないのかなというところが個人的に思っていることですね。MLB 各球団経済的な打撃を受けていますし、私のような部外者がですね、支援しろというのは、非常に簡単ではあるんですけれども、実際にそう簡単にはいかない事情がおそらくあるのも、わかりはするんですけれども、ただ今マイナーでプレイしている選手たちも、将来的にはもしかしたらメジャーでプレイするかもしれませんし、そういった選手たちがですね、今回のその開幕がいつになるかわからないような状態で、ひょっとしたら生活のために野球の道を諦めてしまうという可能性も本当にないとは言い切れない状態なので、なんとかですね、MLB 30球団が足並みを揃えて、マイナーリーガーたちを守ってほしいなっていうところが、個人的な願いですね。本当に開幕がいつになるかわからないような状態ですけれども、やっぱりこれまで私たち野球ファンが楽しんできた野球を支えてきたのは選手たちであって、球場のスタッフですとかいろいろな方がいて、やっとその我々が楽しんでいる野球っていうものが成り立ってきたと思いますので、そういった人たちがですね、今回の延期期間の間に、経済的に困窮せずにですね、いずれ来るであろう開幕の日を迎えられたら良いなと思いますし、そのためにもなんとかですね、MLB ですとか、選手会ですとか、球団ですとか、大変だとは思うんですけれども、なんとかですね、そういった人たちへの支援をぜひ続けてほしいなという願いを込めまして、この動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。最近野球の話題がなかなか少なくて、ちょっと動画サボり気味で非常に申し訳ないんですけれども、少しでもですね、明るい話題をご提供できればと思います。それではご視聴ありがとうございました。